新書ですか？これが多いな。羊羹は有名なんです。米屋の羊羹。もう、はい。ちょっとあの上にも総本店があるんで、普段甘いの好きですよ。俺、はい、たまに食べるけどね。俺羊羹はトラヤなんだよ。あ、そうなんですか。股間乗って帰ろうかな。バスですけど。暑くてもや。今日暑いですからね。暑いんだよ。はい。場所から歩いて2分。ここから歩いてくる。後ろ転んでも大丈夫だよね。私あのこれがそうです。これがね、じいさんですね。頭悪いだろ。いいところ。東京のヒットと先生の健康をお祈りさせていただきました。ああ、そうですね。これはじゃあ、お前も。私、先生にこう、あの、買いたかったんです。いやいやいや、それ、先生それお前のために俺が何かあったんです。自分、お前のこと自分で買うんだよ。本当にやめてよ。お前が買ったら、バカ野郎。お前が買ったら、お前の代わりに俺が何かあるってことじゃない。身代わりみたいな。自分で買うんだよ。自分で買うんだよ。ね、こういうのやるの、エンドは買うんだよ。遠藤自分で買うんだよ。でもお金を入れ出させるんだよ。あいつこれやけ。分かった。これ私、あと、あの、嫁と仲良くなるを行ってるんですけど。結ばれてます、ね。結ばれてます。結ばれてここのところちょっとコロナがあって結ばれてませんけども。でもお札さん、これはお札持っていけばいいですね。これせっかく来たからね。これ一枚、会社の方に。今日はの、トータの企画の方で今日はお参りくださいました。35、6年、もう、うまいですね。成田に来て、はい、成田さんに来て、ドライフルーツ買ったし、ドライフルーツ買ってどこでも売ってんやな、お前。お守り買って近くのスーパーで売ってたわ。2、3種類だから。でも、いろんなものがある。豊富で、はい、いや俺健康にいいもの。トイレ行ってさ、はい、シャツ脱いでくるわ。 あ、で、あんたこれで一人で語ってろ。一人で語ってる、はい、わかりました。おぉ、入ったね。うなぎ、そこじゃ今日、あの、ランチ頼むよ。うなぎ、意外
どうぞ、涼しくなってるから。ありがとうございます。今日はね、昨日の夜からね、ちょっと食事を抑えて、で朝はね、5時に起きて、5時25分に家を出まして、約5000キロ、5000キロじゃ5000歩5000キロびっくりした。5000歩して、でシャワー浴びて、で朝ごはん食べますかと、やっこさんに言われたんですけど、やっこさんと一緒に呼ぶんです言われたんだけども、食べないで、うなぎを食べたくて、はい、どうぞ。すいません。まあここのお店気が利くね。もう頼んでないのにビールまで持ってきちゃった。本当すごいです。お姉さんどうもありがとう。先生の顔を見たらすぐに、あ、もう聞いた。いつも早くお世話するみたいで、コートも一つよろしくお願いします。お願いします。じゃあありがとうございます。はい、いただきます。ここはうなぎ、ね、はい、川魚料理もありますね。そうです。天ぷらもお蕎麦もあるそうです。お店の名前はね、満腹亭、成田さん門前通りというところで満腹亭です、ね、ぜひ皆さん来たら、他にも店いっぱいありますから言ってあげてください。特にここへね。ありがとうございます。死んでもいい。ああ、うめえ。ああ、好き。美味しいです。うまいだろ。はい、うん、あんま飲んじゃダメだよ。飲んじゃダメだよ。今日これだと市長と会うの。これぐらい市長と会います。失礼だお前。先生、すみません。どうしよう。市長に俺は行かないから。市長に連れて。俺飲んじゃったから行かないから。先生、よし、市長に会いに行かない。これ酒飲んだ、酒飲んだ勢いで匂いでね、市役所の庁舎歩けてね、かば焼き。あ、そうそう。あ、来ました、来ました、来ました。あ、なるほどね。うん、いいね、これ、うん。師匠はこれで、私は、はい。ちょっと、ちょっとあげるか。はい、ありがとう。それだけじゃ、それだけじゃあげられないよ。はい、じゃあもうこれで。あとこれ俺の。あ、うん。あ、うまっ。うん。よろしいんでしょうか。どうぞ。どうも、こんにちは。ようこそお越しいただきました。お忙しいところ。ちょっとだけ、ちょっとだけお時間いただきます。ああ、どうぞどうぞ。はい、お待ちしておりました。どうも、どうも、どうも、ようこそいらっしゃいました。いやいやいや。お越しじゃん。いいえ、いいえ。じゃあ、迎え入れるわけか。はい。こんにちは。そういうわけでね、かよくね、はい、市長さん、はい、まあ、今日初めて会うような気がしないんですけど、はい、お手紙ね、お手紙も本当にありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、成田がね、出身だということでですね、もう前から、ぜひ、成田市に、はい、成田、新勝寺ね、僕も30何年ぶりぐらい来たんですよ。あ、そうですか。ほんで、お父さんがね、いつもお豆を送っていただいて、はい、生前ね、はい、いや、生きてますよ。まだお元気ですよね。まだ生きてますよ。ほんでね、ほんで送っていただいて、僕、新勝寺の方だと思ってたんですよ、うん、はい、ちょっと縁があった人もいたんで、ね、お父さんが送ってくれて、はい、ほんで、今日30何年ぶりに新勝寺訪ねて、あ、ありがとうございます。ほんで行って、もう50周年でね、大いにお参りで弾みがつくと、まあ、今年つけばいいですよ。あとそんなことまだまだ。で、この子になんかね、そういった意味では、いい形でね、弾みつけていただければいいなと思ってるだけで、ね、またこうやって飾っていただいて。ね、吉さんが、はい、天さんのために温めていた、30何年前に書いた歌で、ね、でマネージャーの方には渡してあったんですけど、ね、
あのマネージャーが確か火事かなんかで亡くなっちゃったんですよね。もう1曲か2曲書いてるはずなんですよ、うんうん、だからどこに行ったかわからない曲が1曲だけあったんですよ、ね。こうしてね、またカルちゃんがね、はい、うん、そうですね、まあよく歌ってくれてるなと思うし、うん、市長歌の方はたまに、あ、私は好きですよ、市長好きですよね、うまいと好きは別なんですけど、いやいや、お上手です、やっぱり歌う曲ですか、演歌、あのこれが本当のゴルフだわ、一番歌わせていただいてるんじゃないですかね、千葉にはもってこいの歌ですよね、もってこいの歌、ゴルフコンペの後これを歌うと、ゴルフコンペの後ですか、ゴルフコンペ悲しくなりませんか、パンもね、パンもね、ボギーもね、ったでしょ、調子悪かった人の名前をそこに入れて、あ、入れて、はい、もう、あとね、一緒ね、はい、朝ね、東京からゴルフに行くときに皆さん、その歌を聞く、ね、聞いていくときにはね、すごくあれなんですって、あのみんな笑ってくるんだって、歌詞歌がいい、楽しいねって帰ってくるとき、夕方、例えばラジオに帰ってると聞きたくねって聞きたくそういうエピソードがありましたよ。ゴルフやる前が一番楽しいかもしれないですね、そうですね、はい、あのそこが成田の駅です。おうおう、成田駅で、成田駅からこうまっすぐになってるわけ、成田駅がこの右側にあるんですけど、おうおう、ここからが本当の成田山新勝寺へ行く参道の道のスタートなんです。あっちからの下からじゃなくて、はい、本当はここからがスタートで、あの成田山新勝寺に向かって歩く、その先ほど市長が言っていた 800m の記事が、うんうん、お誰知ってる人、はい、うん、うち の, あの姉の同級生で、うん、そう、佐久間さんですね、こんにちは、お疲れ様です、暑いのにありがとうございます、ご無沙汰です、 ありがとうございます、ポスターもすいません貼っていただいて、どうもありがとうございます、ここはここは何屋さんなの、ちょっとピザ屋なんですよ、え、あ、ピザ屋、はい、あの星を取っている、こんにちは、とても有名なところです、あ、そう、ありがとうございます、貼ってもいただいてありがとうございます、はい、こんにちは、いいよいいよおじさん、あと2人しか切られない、佐久間君ありがとうございます、僕も一つよろしくどうぞ、ちょっと暑いですか、なんか飲んでください、いや大丈夫大丈夫、なんだよ、ビール以外飲まないんだよ、ビール用意しますよ、出た、マジ本当に佐久間君、あれよ、何よりも、いや、いいの、頂戴しました、おい、こんなおもてなしできるのいただきます、ありがとうございます、すごい暑いですから、今日おじさんね、聞いてる、昔ね、歌手だったの、今も今ね、芸人さんやってる、歌手だ、芸人みたいな歌手です、あの、カメさんの歌知ってる、カメさん知ってる、もしもし、知ってる、聞いたことある、知ってるよね、知ってる、あの、本当本当の歌をしようか、もしもし噛めよ、よく噛めよ、それはカメさんね、フリーズしちゃってます、成田さんにいるよね、先生にこれが本当だか聞いてね、嘘か誠か聞いてね、冷たくて美味しいわ、冷えてるわ、ありがとう、冷やしてください、いいですからね、うわ嬉しい、さっき飲んだビール何だろうありがとうございます、今日はあのちょっと先生を成田の街をぶらり旅を、初めてです、初めてです、あの37年ぶりなんですけど、あ、37年ぶり、新勝寺は行ったことないです、37年ぶり、あ、そうなの、この参道歩いたの初めてなんです、でマジでこの暑い中何考えてたらこの女が、いやもう6月なのに水開けちゃいましたからね、ね、開けちゃいました、記録的な、お前嫌になっちゃうよ、観測史上初ですからね、ね、いやまさか、ね、29日日にちは決めてたんだけどね、はい、こんなに今日こんなに暑くなると思ってなかったので、はい、すごい暑いです、しみます、めちゃくちゃ暑いです、ゾウさん歌ってる先生、教育的に問題ないでしょうか、あでもごちそうになりました、ありがとうございました、とんでもないです、飲んじゃったの、え、まだです、歩きながら先生飲め、あ、飲み切っちゃいました、じゃあもう持ちながらちょっと、じゃあ食べたら
あの歩きながら飲んじゃダメですか。いやダメですよ。お前一人で行け。俺ここでずっとピザ食べながら。めちゃくちゃ美味しいピザなんですけど。本当にありがとうございます。はい、いやこちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。すみません、また。もともと成田をよろしく。あの、成田もよろしくお願い。涼しくなったら来ますか。ね、バイバイ。すいません、お邪魔しました。今度赤い靴のまた。もういいです。ごめんなさい、ありがとうございました。どうもすみません。ありがとうございます。待ってくれたの、石畑。え？石畑。何屋さん？金物屋さんですね。そうですよね。ゲップでしょ。え、いらっしゃる。こんにちは。あの吉永佳代子がいつもお世話になっております。こんにちは。ポスト貼っていただいてありがとうございます。どうもこんにちは。ご無沙汰しております。あのここはノコギリ売ってるんですか？はい。ノコギリ。ちょっと買っていきたいんですが。先生ノコギリ何にする？ノコギリどこに？あ、これはね、枝引きです。あ、枝引き。なんか、あの、なんか買っていきたいんですけども、何が。もう、そんな、もう、本当に。え、お気遣いなく。そうですか。どうぞ。いつもお世話になってるんで。いやいや、ポスターまで会ってもらって。とんでもございません。本当にいつもありがとうございます。よろしくお願いしますって。本当にね、暑い中、ね、こうして歩いて。ええ。こうして歩いて。今日はもう、ぶらりおもてなし旅を。包丁を買うと俺危ないからね。そうですね。あ、じゃあ、ノコギリも危ない。危ないですね。ハモとはやはり。涼しくなったらまた来ますんで、はい、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。まさか。申し訳ございません。どうも。ありがとうございます。はい、あの、よろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。はい、あの、どうも。かゆくんがいつもお世話になってまして。どうも、ご無沙汰してます。あ、どうぞ。どうぞ。ご無沙汰して。はい、どうも、はい、ありがとうございます。これをこの後に大変です。これいつもいろいろありがとうございます。先生これ知ってますか、マネコシリーズ。いよいよ喋ってください。もしもし、マネコしてくれる。あ、マネコ、はい、おい、なんだよ、からかってるのか、この野郎。なんだって、この野郎。てめえ、この野郎。お前、歌を教えてあげようか。腹立つな、これ。ちょっと一つ買いたいな、これ。一つ買いたい。これ、かわいいですよね。へえ、あ、これなんだ。マネ。どうもどうも、すいません。すいません、お邪魔しました。先ほど小泉さんも来てくださってありがとうございました。え、先ほどちょっとお会いしました。お会いさせてもらいました。ありがとうございました。すいません、お邪魔しました。ありがとうございます。おー、いらっしゃいませ。同級生です。はっきり話していただきます。こちらこそ、いらっしゃいませ。どうぞ、いただきます。下ばっかりでですね、まだ本当にほやほやです。そういう、そういう匂いしますもんね。新しいところ。お、先生、大丈夫ですか。どうぞ。ああ、涼しいので。ああ、涼しい。いらっしゃいませ。え、どうしたの、お前。はい。どうしたの、お前。実は、美味しいうなぎが食べれると聞いて。どこにもあんじゃん、うなぎなんか。失礼いたしました。直樹君、はい、ようこそ成田へ。ありがとうございます。お疲れ様です。師匠どうども。そういうこと。サプライズです。サプライズになるかと思ったんですけど、すみません。美味しいうなぎが食べれると聞いて。まあ、ゆっくり食べてきて帰る。